今村武氏は、長崎県佐世保市出身のプロ野球選手。宇藤右内。広島東洋カープ所属。小学3年生の時に、くすのきすみかクラブで一塁手として、野球を始め、後に、遊撃と投手と当時を兼任。佐世保市立小佐座中学校では、遊撃、三塁手としてプレー。2年次に、九州大会で優勝し、全国大会に出場。 この年には、城島健治や寺原隼人がオフシーズンに開催した野球教室に参加して城島と対戦。今村は、城島の内閣を厳しくえぐった結果、脇腹に支給を当ててしまい、城島に笑いながら追いかけ回された。清志本高校進学後は1年夏からベンチ入り。秋には、球速が時速 140km を突破するなど、徐々に成長する。 2年の夏には、第90回全国高等学校野球選手権、記念大会に初出場し、2試合に登板した。その後も、秋季長崎大会、九州地区高等学校野球大会を制する。3年春の、第81回選抜高等学校野球大会では、安定した投球でチームを牽引し、決勝では、菊池武生を擁する花巻東高校と対戦。 投手戦を一から零で勝利し優勝。長崎県勢としては春夏通じて初の全国優勝だった。大会では前後試合に先発し、四十四イニングを投げて四十七奪三振、4関東、三関空、一失点、防御率零点二零と抜群の安定感だった。また、初戦の日本文理高校戦では、第一打席に選抜大会通算六百号となる。 本塁打をバックスクリーン右へ放り込んだ。6月の練習試合で最速時速 152km を記録し話題になるも3年夏は長崎大会準々決勝で長崎日大高校と対戦し大瀬良大地と投げ合ったが試合に敗れて甲子園出場はならなかった。2009年10月29日に行われたドラフト会議で 広島東洋カープが単独1位指名して交渉権を獲得した。11月13日、広島では川内キア以来10年ぶりとなる高卒指名での契約金1億円。年俸は球団の高卒新人では最高額となる1000万円で仮契約を結んだ。2010年、首脳陣の育成の方針によりシーズンのほとんどを二軍で過ごした。ウエスタンリーグでは 4月21日の福岡ソフトバンクホークス戦で中継ぎとして初登板し、2回無失点の高騰で初勝利を挙げた。7月22日に行われたフレッシュオールスターゲームではウエスタンの先発を任され、ソロ本塁打を浴びたものの最速時速148キロメートルを記録、2イニングで3三振を奪う活躍を見せた。その後、8月18日、 小島慎二郎の抹消に伴い初の一軍登録を受け、当日の東京ヤクルトスワローズ戦でプロ初登板、初先発したものの、初回に味方の失策から畠山和弘に満塁本塁打を浴びるなど、2回5失点の黒星デビューとなった。続く8月25日の阪神戦で再度、先発したが、2回3失点で2試合連続の降板、その翌日に降格となり、 そのままシーズンを終えた。2軍ではシーズンを通じて先発ローテーションを任され、13試合63回、に3を投げて4勝4敗、防御率4.81だった。2011年、オープン戦で先発要員として起用され後頭を続けた。開幕ローテーション入りは逃したものの、4月16日の読売ジャイアンツ戦で、 先発のジャンカルロ・アルバラードの負傷交番により急遽、当番。3回1、3を無失点で切り抜け、プロ入り初勝利を挙げた。5月20日のオリックス・バファローズ戦では、7番、指名打者として、先発起用された。偵察要員としての起用のつもりであったが、監督の野村健次郎が、公認野球規則、6から10に、明記されている、指名打者は、 相手チームの先発投手に対して少なくとも一度は打撃を完了しなければ交代できないというルールを失念し今村はオリックス先発のキサヌキオが降板しない限り最低一段席は入らなければならなくなった今村は2回表1市1塁の場面で打順が回り送りバントを決めるその後5回表の2打席目で代打が送られたその後は中継ぎ セットアッパーとして起用され、守護神のデニス・サファテの離脱後は守護神に指名された。10月8日の大東京ヤクルトスワローズ戦ではプロ初セーブを挙げ、1997年に横山隆二が21歳2ヶ月で記録した、球団最年少セーブを20歳5ヶ月で更新した。2012年5月22日のソフトバンク戦から、 球団新記録となる29試合連続無失点を達成。最終的には自己最多となる69試合の登板でリーグ3位体となる26ホールドをマークした。オフの11月6日に侍ジャパンマッチ2012日本代表 VS キューバ代表の日本代表が発表され代表入りした。12月4日に 第3回 WBC 日本代表候補選手34人が発表され候補入りした。2012年4月15日2013年2月20日に第3回 WBC 日本代表選手28人が発表され代表入りした。この大会では2インニングで3失点をキスするなど制裁を欠いてしまう。レギュラーシーズンはセットアッパーとして開幕を迎えるものの投球に 本来のキレがなく、5敗を起死終盤には、セットアッパーを、栄華は勝弘に譲るなど悔しいシーズンとなった。2014年はキャンプから調子が上がらず、開幕1軍入りを逃した。後半戦は2軍で先発としての当板も見られた。この年は、中田蓮や市岡隆二が、セットアッパーとして定着したこともあって、ホールド数は0に終わり、連続50試合当板も3年で途切れた。 2016年は8月の月間防御率1.15、9月の月間防御率0.90とシーズン後半に特に安定した成績を残した。2012年シーズンに次ぐ67試合に登板し、J. ジャクソンや中崎翔太と共に中継ぎの柱としてチームの25年ぶり優勝に大きく貢献した。2016年の日本シリーズでは6戦べてに登板し、 シリーズ最多となる4ホールドを挙げた。2017年は開幕からセットアッパーとして活躍17ホールドを記録。クローザー中崎翔太が故障離脱した際は抑えを務め23セーブを挙げるなど勝利の方程式の一角を担い68試合に当番リーグ優勝に貢献した。オフの契約公開は 約3400万円アップの9500万円で公開。2018年は近年の安定感が見られず、2015年6月7日以来となる不調での出場選手登録抹消を経験。防御率5.17と打ち込まれる機会が見られた。それでも最終的に43試合に当番3勝1セーブ13ホールドを記録。2019年は、 春季キャンプ鬼軍で迎え、シーズン初昇格初登板を果たしたのは7月4日だった。結局、前年を下回る27試合の登板に終わった。スリークォーターから、平均球速約時速1 4 6トル最速時速1 5 4トルのス。2010年秋からは、上記の球種に加えて、カーブの習得に取り組んだ。また、2011年には、 上原浩治のフォークボールを理想としたという高速フォークの練習を始め2012年終盤に実戦で棚上げするようになった。ピッチングフォーム高い牽制の技術も有する。顔がカピバラによく似ているため多くのファンからカピバラと呼ばれている。広島東洋カープのオフィシャルグッズショップが今村とカピバラをデザインした限定 T シャツを販売していた。 チームメイトで同郷の大瀬良大地と共にカピバラ兄弟と呼ばれている。また、2013年オフに、市岡隆二が大竹博氏の人的保障で入団してからは彼も含めてカピバラ三兄弟と呼ばれるようになった。2014年6月15日の対、千葉ロッテマリーンズ戦では投球中にトンボが帽子の後ろに付着する一場面もあった。 投手記録打撃記録説明の記録、ありがとうございます。